今日の話はこちら。ダイエットを挫折させる原因トップ5。皆さんも幾度となくダイエットを経験し、挫折の経験があると思います。で、ダイエットにのみならず、何でもそうなんですけども、いろんなことにチャレンジすることは素晴らしいことであり、そこで失敗して挫折を味わうことも素晴らしいことなんですよ。大事なことっていうのは、この失敗、挫折の原因は何なのかっていうことをしっかりと把握すること。これがすごく大事なんですね。これを把握しないと、同じ失敗を繰り返します。同じ過ちを繰り返します。そうならないように、ダイエットが挫折するトップ5というものを代表的なものを5つ集めました。それをですね、理解することによって、次こそはそうならない。次こそは挫折しないために、皆さん知識として持っておいてください。じゃあね、トップ5なんで、ナンバー5からお話ししていきたいと思います。皆さんね、皆さんの中で推測してみてください。ナンバー5は何かな？ナンバー4は何かな？ね、推測して当たったら素晴らしい。いきますよ。はい。挫折の原因トップ5のうちのナンバー5は何かって言ったらこちらです。これ意外や意外なんですけども、これなんですよ。はい。睡眠不足。これがね、ダイエットの挫折を呼び起こします。あ、睡眠不足ってダイエットで良くないんだ。いろいろ言われてきたけど、ね、ダイエット、睡眠不足が太りやすいよって言われてたけど、挫折の原因なんだって思った方、これ結構厄介なんですよ。うん。皆さんは夜更かししたりとか、1日5時間以下の睡眠とか、まあ結構皆さんストレス社会だからしてる方が多いと思うんですよ。あとはね、スマホがあるし、ね、スマホゲームとかもあるから、夜中ベッドのでピクピクやって気づいたら12時過ぎてたなんてことありますよね。これでね、ダイエットでね、すごく敵なんですよ。これなんで睡眠不足がダイエットを挫折させるかっていうと、こちらです。あるものが低下するんですよ。あるものとは何でしょうか？はい、こちら。自制心が低下します。皆さん経験あるでしょ？睡眠不足の時、ああ、もう眠いなーっていう時って自分を制する力、つまり自制心が低下するんですよ。判断が鈍るんですよ。もちろん、これね、これ以外にも、体が危機感を覚えて栄養を吸収して自分で溜め込もうという力があるかもしれませんが、やっぱり最もこの睡眠不足による太る原因というのは自制心が低下することによって、我慢できたものが我慢できなくて食べちゃうんですよ。普段だったら自分の心を抑えられるのに、寝不足だと自制心効かないから食べちゃうんですよ。量をいっぱい食べちゃうんですよ。そう、この夜更かし、1日5時間以下の睡眠不足っていうのは、これ大体常習化ね。これ皆さんは常習化してるんですよ。これを毎日やってて、毎日自制心が低い状態でダイエットやっても、それが失敗するから挫折するんですね。さあ、じゃあこの対策、これもいくつお話ししていきますけれども、睡眠不足がダイエットを挫折する原因ならば、これを対策練ればいいんですよ。例えば私がどういうことをしてるかっていうと、私はですね、最近ぐっすり眠れます。これ何かっていうと、人間が眠くなる原因なんだか知ってます？体を回復させるためだよね。そう。つまり、疲労感。ね。疲労感じゃないよ。熱海の疲労感じゃないよ。疲労感だからね。うん。この疲労感。毎日私、1日2回トレーニングしてるし、ね。ウォーキングも1日2万プール歩いてるんですよ。もうそりゃ夜になったらヘロヘロで、もうバタンキューになるんですよ。そう。皆さん、この疲労感っていうのを最近味わってない方が多いんですよね。それはデスクワークだとか、ね。あまり体を動かさなくって、頭の、ね、精神疲労はあるけど、肉体疲労がないんですよ。それじゃなかなか寝つけないよね。うん。そして、この疲労感を味わって早く寝ることも大事なんだけど、じゃあ、早く寝るために自分の意識を、ね、意識化させなきゃいけないんですよ。早く寝るためにはどうしたらいいかって言ったら、翌日の朝にやることを決める。そう、つまりこちらですよ。朝一スケジュールを決めておかないから、皆さん夜中のね、1時や2時になっても YouTube だとか、スマホゲームやってるんですよ。あ、もちろんね、夜中の1時や2時にダイエットネギチャンネルを見るならば OK だけどね。まあ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 、そう。そう、私はね、なんで早く寝れて、睡眠不足じゃないかって言ったら、昼にしっかりと体を動かして疲労感を感じながら、この朝一スケジュール、なんだかわかる？そうよ。このライブ配信ですよ。このライブ配信を朝4時、4時半に起きて、こういう風なね、皆さんにお話しすることを決めて、ホワイトボードに書いて、ちょっと予行練習をしてっていうのを、
あるから、4時、4時半に起きなきゃっていうスケジュールがあるから、早く寝ようって思うの。そう。この疲労感と朝一スケジュールがあると夜更かしなんてしなくなります。一方で疲れてないから眠れない。そうだよね。朝一やることないから別にゆっくり夜中まで起きてる。そうなっちゃうよね。だったらその逆をすればいいの。疲れて眠くさせるの。朝早く起きるために早く寝なきゃっていう風に動機づけをさせるの。これが大事。これがあることによって睡眠不足というのは解消されます。はい。これが、挫折する原因トップ5の5番目でした。じゃあ次行くよ。あなたのダイエットを挫折させる原因トップ5のナンバー4は何かって言ったら、ほにゃらの環境下にあること。これも言わなくてもわかると思います。こちらです。はい。ストレスの環境下にある人っていうのはダイエット挫折しやすいです。なぜかって言ったらね。人間関係やオーバーワークによって、もうイライラやストレスやいろんなものが溜まって、ね。自己主張もできない、やりたいこともできないからどうなるかっていうと、食事が、はい、慰めの手段になるんですよ。食事だけがあなたの癒しの手段、慰めの手段になっちゃうから、そりゃあ夜中帰ってきて誰も見てないところでこっそり食べちゃうよね。自分もお疲れって言って食べちゃうよね。そしてさらに悪いことに、このストレスを感じるときって、お腹が減ってなくても食べちゃうの。なんで？ストレスによって食事があなたの慰めの手段なの。そう、お腹減ってなくても食べちゃうの。慰めるために。これやってたら、それ痩せないし、これやってたらダイエット挫折するよね。もう罪悪感でね、ああ、もう私ダメだな。もうダイエットはもういいやってなっちゃってたと思います。はい。じゃあ、こういう人たち、ストレスの環境下にある人はどうすればいいかって言ったら、手っ取り早くするならば、このストレス、あなたにストレスを与えるところから逃げなきゃいけない。これが一番の方法なんだけど、なかなか難しいよね。いきなり明日仕事辞めますなんて言えないよね。いきなり奥さんに離婚しようって言えないよね。だからどうするのかって言ったら、まず一番早くできることがこちら。はい。食以外の楽しみを見つけよう。食べること以外の楽しみを見つけよう。はい。いつも言ってるけども、私は何かって言ったら、トレーニングも楽しみです。ウォーキングも好きです。読書も趣味です。ガーデニングも趣味です。昨日ね、風の影響でズッキーニ折れちゃったけどね。そう。あと、サウナが好きです。ね。たまに行く海外旅行も大好きです。こうやって食事以外の楽しみがあるから、私はこの食に慰めの手段として、これだけをしようとはしなくなるんです。さあ、皆さん何がある？皆さんが、食事以外の楽しみ、あなたを慰める手段いくつあるでしょうか？まずは1個でもいいから見つけるようにしてください。では次、ダイエットを挫折させる原因のトップ5のナンバー3は何でしょうか？はい、これね、さっきも話出てきましたけども、こちらです。いやいやいや、運動不足もやっぱりあなたのダイエットを挫折する要因になります。はい、なぜか？なぜか？ねえ、これね、簡単なんですよ。はい。まずね、1日2000歩ぐらいしか歩かないよっていう人、ね、もしくは筋肉痛の記憶がないな。私筋肉痛なんていつ何年前になったっけなっていう人は運動不足の典型です。はい。こういう人がなんで運動不足が挫折の原因になるかっていうと、こちら。あるものが激減するんですよ。何かって言ったらこちら。はい。痩せるスピードが激減します。そりゃそうだよね。ダイエットって食べるものを我慢するだけじゃなくって、食べるものを我慢することによって、体が体脂肪からエネルギーを生み出す。ね。体脂肪をエネルギーによって使うっていうスイッチが入るだけだもんね。食べないで、ね。糖質を抑えて、過剰に摂取することを抑えることによって、体が脂肪からエネルギーを使うよっていうスイッチが入っただけなの。そこで体を動かすことによって、その消費カロリーが脂肪から捻出されるっていうことなんだから、食べないよ、我慢するよっていうだけじゃ脂肪って燃焼しないんです。だから、1日2000歩も歩かないよ、最近筋肉痛なんか記憶ないよっていう人は運動不足の典型です。そういう人っていうのは、せっかく脂肪燃焼がスイッチが入ったけど、そのスイッチが入っただけで止めちゃっているから脂肪が燃焼しない。つまり、脂肪燃焼スピード、痩せスピードが激減するから、なんだよ、私、食べ物我慢してるのに、糖質我慢してるのに、全然痩せないわ、もうやめた、はってなっちゃうんですよ。だから、挫折するんですね。そう、運動不足の人は、痩せスピードがすんごく遅いから挫折するんです。
はい。じゃあ、どうすればいいか。対策は一つ。そう、あそこですよ。まずはチョコザップ行ってください。チョコザップ行ってください。チョコザップじゃなかったら別にウォーキングでもいいから1日5000歩ぐらい歩くことからスタートしてください。もしくは、ね、一駅歩くとか、階段を使うとかっていうことを心がけるだけでも全然違います。あ、言ってきますけどね、私チョコザップを押してますけども、ライザップ大嫌いですからね。ね、ライザップグループ大嫌いですからね。あそこで裁判してますから。ね、だから別に案件動画ではないのでご安心くださいね。あの、社長とね、昔裁判しましたから。だから、ね、私ライザップが好きなわけでもないですからね。ただ、チョコザップというのは安いし、あなたの家の近所にあったら運動不足の解消にまずは第一歩。ね、第一選択肢としていいよって言ってるだけですね。はい。じゃあ、ダイエットが挫折するトップ5のナンバー3がいました。次、ナンバー2は何でしょうか？もうここからはね、ナンバー2、ナンバー1はね、お分かりだと思います。はい。ダイエットが挫折する原因のナンバー2はこちら。過度な食事制限。だいたいダイエットをすると皆さんね、急にもう食べないぞ、断食だ、ファスティングだ、とか、1日1500キロカロリー以下摂取しないぞ、とか、もう糖質は絶対食べない、とか、極端なんですよね。うん、確かにこれってすっげえ痩せますよ。そりゃ断糖したり食べなかったりすりゃ、そりゃ痩せますよ。ね、朝昼夜、サバ缶しか食べないなんてやったら痩せますよ。けど何が起きるかって言ったら、ほにゃららで、ほにゃらら。はい。こちら、サバ缶ばっか食べてると、反動が来ますよね。食べたい、食べたい。食欲がもう倍増するんですよ。反動で、リバウン。当たり前だよね。もう何度も経験したよね。こんな激しいダイエットやって、一時的には痩せたけど、また反動で食べて太るんだよね。これ、挫折の2番目の原因です。じゃあ、どうすればいいのかって言ったら対策は、まず、過度な食事制限をしようとかっていう、こういうようなダイエット法を選ぶ人っていうのは、禁止思考なんですよ。もう、しない。食べない。一切やらないっていう禁止思考。ここから、調整思考に移行するようにしてください。調整思考っていうのは、ね、ゼロ100思考ではなくって、30点から40点でもいいから、それぐらいでいいやっていう思考なんです。絶対ダメから、じゃあ、どれぐらいだったらいいのかなっていうふうに調整していく思考を身につけてください。ね。この禁止思考っていうのは0100思考の人です。調整思考っていうのは0100じゃなくって、まあ30点から40点、ね。まあ50点から60点いけたらいいかな。うん。でもね、完璧を求めなくていいや。ね。っていうことを、皆さん、禁止思考から調整思考に行くことを心がけてください。結構ね、真面目な人がね、禁止思考なんですよ。ダメ絶対ってやっちゃうんですよ。ダメ絶対ってやっちゃうんですよ。そうじゃない、そうじゃない。うん。今までやっていたことを、どれだったら我慢できるかなっていうふうに、ちょっとずつ調整するようなこと。これが大事なんですね。はい。じゃあ、栄えある第1位は何でしょうか？あなたがダイエットを挫折する瞬間のナンバーワンはこちらです。はい。非現実的目標設定。これやりがちですよね。皆さん、ダイエットのみならず、よし、7月1日だ、今日からこれやるぞっていう時に、いきなり高い目標をぶち上げちゃうんですよ。例えば、1日1冊本読むぞとかね。うん。よし、毎日2万歩歩くぞとかね。よし、毎日フィットネスクラブ行くぞとかね。うん。確かにその意気込みは素晴らしいけれども、今まであなた何にもやってきてこなかった人が急にそんなことができるのかって考えたときに、それは非現実的な目標ですよね。そう、皆さん最初はね、もうアドレナリンがピュルピュル、ピュルピュル出てるから、もうすんごい目標をバーンってぶち当てるんですよ。ね、勢い余ってライザップだって言って、2ヶ月で40万払ったぜってやるんだけど、ね、もうやめそういうことやるのは。よし、1ヶ月でマイナス10キロだとかっていうぶち上げるんですよ。でもね、これっていうのは結局、はい。軌道修正が不可なんですよ。あまりにも高すぎる目標設定って、ちょっとやそっと1日か2日サボっちゃうと、もう軌道修正できないんですよ。そう。ね。あ、やばい。これじゃ達成できないやって思うと、その瞬間、心が折れるんです。ところが、まあ、ほどほどの目標設定だったら、あ、ちょっと昨日今日、サボったけど、まあ、また今日から、あ、今日と明日、頑張れば挽回できるやって思うと、継続できるの。でもね、1日や2日サボっちゃったらもう軌道修正、取り戻すことができないぐらいのレベルの目標を設定すると、どうなるかって言ったら、
ポキッ、ポキッってこれ折れるんですよ。あ、もうこれ無理だ。もうこれ一週間頑張っても取り戻せないやって思って、それが人間で諦めるんですよ。これすごい大事なことだよ。人間が諦める瞬間っていうのは、取り戻せないとき、軌道修正ができないって悟ったときに諦めます。一方で人間が諦めないときっていうのは、その自分が完璧じゃないってことが分かっているから、ほどほどの目標設定しておく。で、できないときもあるよね。だから、あ、昨日、おととい、ちょっとサボっちゃったな。でも、今日、明日、明後日、3日間頑張れば挽回できるやって思うから、挫折しないの。ここよ。非現実的な目標設定をすると、軌道修正ができないの。だ、心が折れるのよ。これだよ。じゃあ、ダイエットについて。目標設定は何がいいかっていうと、こちらです。3ヶ月でマイナス3キロからマイナス4キロぐらいがいいんじゃないっていう、これぐらいの目標設定で OK です。もちろんね、私の個別指導ダイエットを受けてる人っていうのは1ヶ月で3キロから5キロ痩せることも可能ですよ。でもこれはご自身で、一人でやるときの話。一人でやるんだったら1ヶ月1キロ、3ヶ月でマイナス3キロから4キロぐらいの目標設定がいいよねってことなんですね。うん。これ大事です。高すぎる目標設定は軌道修正ができない。あ、これ帳尻が合わせられないなって思った瞬間に人は諦めるんですね。そうならないように、現実可能な自分はそんなに強くないっていうことを把握して、ぼちぼちの目標設定でコツコツやっていくこと。これが大事なんですね。はい。本日のまとめ。挫折上等ですよ、皆さん。失敗上等ですよ。いいの。いいのよ、挫折したって。そこからどうすんの？そこから学べばいいの。あ、私は睡眠不足だったからダメだったんだ。あ、ストレスがフルの、ストレス環境下にあったから失敗したんだ。そっか、運動全くしてなかったから失敗したんだ。過度な食事制限、ずらく仕事だったからダメなんだ。高すぎる目標設定したから心が折れたんだ。じゃあ、次こそはどうしようというふうに学びから改善すればいいの。いい？みんな。この1回の挫折、2回の失敗、3回の失敗とかで心折っちゃダメよ。大丈夫。ここはあなたをね、学び、改善させるためのきっかけであり、ここから失敗挫折から学び、改善することによって、あなたはどうなるの？あなたはここから成長するんでしょ？だから、リスク上等、失敗上等、挫折上等なの。そこからあなたは学び改善すれば成長するんだから。逆はダメよ。挫折をちゃんと学ばないと成長しないからね。挫折を自覚しないと改善できないから同じ落とし穴に落ちるからね。いつも言ってるけども、同じ過ち、同じ失敗を繰り返す人がバカだって言ってるんですよ。うん。ちょっと厳しいこと言っちゃうけどね。うん。でも、失敗していいのよ。ナイスチャレンジ。そこから学んで次こそはっていうふうにやれば、あなたは成長しているから、今までのダイエットの失敗経験は、あなたをこれから成長させるための鍵を握っていたってことなの。そこからあなたは今日の話を聞いて、そっか、次やるときは今日の話した挫折の5つ、これに当てはまらないようにすればいいんだって思っただけでも成長だからね。いいの？いいよ。同じ間違いを2回か3回してきたと思う。次こそは、ああ、じゃあこうしてこうしてこうなろうって思えばいいわけですよ。これをね、理解していただけたら、だからダイエット頑張ろうっていう人はですね、間違った目標設定などせず、ね、挫折のナンバー5を理解して、次こそは同じ穴に落ちないように努力してください。私の読むだけで痩せるダイエットメールマガジン登録してくれましたか？今、このメールマガに登録していただけると、特典としてあなたが 200% 痩せることができるネギ式ダイエット、マル秘動画をプレゼントしています。夕飯にあることをするだけで1キロから2キロ痩せることができる魔法のようなダイエット法、これを知りたい方はぜひ私のメールマガジンに登録してください。動画の下の概要欄にそのメールマガの登録の URL を貼っておきました。